はいどうも皆さんプロスペです。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康は、三人合わせて三英傑と呼ばれる戦国武将であり、全員愛知県の出身です。このことは知っている人も多いと思いますが、具体的に愛知県のどこで生まれたのかと言われると、わからないという方が多いのではないでしょうか。この動画ではそんな三英傑の出生地を、実際に現地に行って撮ってきた写真や映像を使って紹介していきたいと思います。時刻は午後12時過ぎ、三英傑の出生地を巡る旅は、愛西市の諸畑駅からスタートです。ここは諸畑駅の北口広場なのですが、駅舎とは反対の方向を向いてみると、何やら銅像のようなものが設置してあります。もう少し拡大して見てみましょう。そうするとこの像は、夫婦と見られる男女が、赤ん坊を抱きかかえている姿をかたどったものであることがわかります。実はこの抱きかかえられている赤ん坊こそが、生まれたばかりの織田信長なんですね。織田信長はここ諸畑駅の近く、諸畑城で生まれたというのが、現在の通説になっています。そのため諸畑城の近くにある諸畑駅前に、赤ん坊の頃の信長像が建てられたわけです。この銅像の近くには、諸畑城の復元模型も置かれています。諸畑城が築城された頃は天守閣というものはなかったので、イメージ的には城というよりも、館といった方がしっくりくる見た目ですね。ただ、当時としては諸畑城は大規模なものだったらしく、招かれた公家は諸畑城の規模と出来栄えに驚いたと日記に記したそうです。かつて諸畑城があったとされる場所には、二つの石碑が設置されているので、その場所へ向かっていくとしましょう。石碑へ向かう途中には、三宅川に架かる塩畑橋という橋を渡るのですが、実はこの橋は対馬神街道という、歴史あるルートの一部なのだそうです。対馬神街道は鎌倉時代、鎌倉街道の宿場町であった茅津と、対馬を結ぶ道として整備されたと言われています。戦国時代には終わりの政治の中心であった清須と、港町として発展した対馬を結ぶという役割を担い、織田信長も何度もこの道を往復したそうです。そんな橋を渡った先にある案内板に従って、曲がって川沿いを進んでいくと、看板が設置された一つ目の石碑がある場所にたどり着きます。諸畑駅があるのは愛西市でしたが、看板に稲沢市と書かれていることからわかる通り、ここは愛西市の隣の稲沢市となっています。諸畑城は現在の愛西市と稲沢市にまたがる区域にあったと考えられており、二つの石碑はどちらも稲沢市に設置されているのです。というわけで階段を降りて林の中に入ると、稲沢市のゆるキャライナッピーが書かれた旗が置かれていました。そしてこの旗の隣にあるのが一つ目の石碑であり、何やら文字が記されています。ここに書かれている信貞という人物は信長の祖父であり、諸畑城を築城したと言われています。また上の方に書かれている織田壇城の城というのは、信貞、信秀、信長などが含まれる織田氏の系統のことらしいです。次に二つ目の石碑へ向かうのですが、その途中には諸畑城の復元図が付けられた橋があります。城全体の復元図だけでなく、水が張った堀らしき絵もあり、諸畑城が川に面するという地の利を生かして築かれた城であることがわかります。さて、この橋があるところを曲がって右側に少し進むと、黄色い大きな看板が設置された、二つ目の石碑がある場所に到着です。道路沿いには、信貞、信秀、信長という、織田家三代の歴史が記された看板も設置されています。そしてこちらが、二つ目の石碑の写真となっています。一つ目の石碑より目立つ場所にあり、どちらかというとこちらの方がメインっぽい雰囲気でした。二つの石碑を見たところで、諸畑駅の方へ戻ります。諸畑駅の南側にあるドンキホーテには、諸畑城の御城印や、信長をモチーフにした商品などを販売するクレープ屋さんがあるので、ここでお昼ご飯でも食べていくといいでしょう。信長誕生の地諸畑を観光したので、次は豊臣秀吉が生まれた場所へ向かいましょう。諸畑駅から名鉄線と東山線を使い35分ほど、豊臣秀吉出生地の最寄り駅、中村公園駅に到着です。中村公園駅のすぐ北側には、道路をまたいで建てられた、かなり目立つ大きな鳥居があります。この鳥居は豊国神社という、豊臣秀吉の生誕地に作られた神社の参道の入り口です。なお駅名となっている中村公園は、この豊国神社の周辺に整備された公園のことです。ちなみに鳥居の前を東西に通る道は太閤通りという名前なのですが、これは一般に秀吉のことを意味する、太閤という言葉が由来となっています。さてとそれでは、大きな鳥居をくぐって中村公園へと向かいましょう。中村公園へと向かう道中には、豊臣秀吉や加藤清正などの武将の説明が書かれた看板がありました。こういうのを見ると、ここが戦国武将ゆかりの地という感じがしていいですね。しばらく進むと茶色に舗装された鳥居が設置された、中村公園の入り口に到着です。
ちなみに名古屋駅から先ほど紹介した大光通りを経由し、この中村公園に至るルートは、名古屋市によって大光秀吉工事と名付けられており、道中には大光秀吉モニュメントが設置されています。それでは、中村公園の中を回っていきましょう。公園に入ってすぐのところには、秀吉清正公園と書かれた木製看板が設置されています。実はこの中村公園のあたりは、豊臣秀吉だけでなく、加藤清正の出生地であるとも言われているのです。そのことをアピールするため、中村公園に秀吉清正公園という愛称が付けられているんでしょうね。橋を渡って灯籠が並べられた道を進むと、豊臣秀吉を祀る豊国神社の前に着きます。せっかくなので、ここでお参りでもしていくといいでしょう。お参りをして豊国神社の隣を見ると、豊臣秀吉出生地の石碑が設置されていました。またそのすぐそばには、何やら瓢箪の形をした金色のオブジェがありました。秀吉は馬印という戦場で自分の所在を示す印に、金の瓢箪を使っていたと言われています。そのようなことから、秀吉ゆかりの地であるこの場所に、金の瓢箪型オブジェが設置されたそうです。次に行くのは中村公園の外にある、常泉寺というお寺です。この常泉寺というお寺は、秀吉の出産の際に使われた井戸がある場所に建てられ、秀吉が植えたとされる柊があるほか、秀吉の銅像も設置されています。こういう銅像があると、視覚的にもこの場所とその人物との関係が分かっていいですね。ちなみに常泉寺のすぐ南側にある妙行寺は、加藤清正の出生地と言われており、境内には清正の銅像が設置されています。銅像を見たところで、中村公園の中に戻りましょう。豊国神社の裏を通って進むと、和風庭園風に整備されている池があります。この池は瓢箪池という名前が付けられており、ここでも秀吉とのつながりをアピールしていることがわかりますね。瓢箪池の周りを歩いていくと、中村公園文化プラザという大きめの建物が見えてきます。この建物の2階には秀吉清正記念館という、秀吉や清正を中心とした戦国時代関連の展示を行う博物館があるので、歴史好きの方は行ってみるといいでしょう。秀吉出生の地中村公園のあたりを観光したので、最後に家康が生まれた場所へ向かいましょう。中村公園駅から東山線と名鉄線で50分ほど、徳川家康が生まれた岡崎城の近くにある、東岡崎駅に到着です。東岡崎駅と岡崎城の間には音川という川が流れているので、まずは駅の北側にある橋を渡りましょう。橋を渡った後もまっすぐ進み、大きな交差点を曲がってしばらく進むと、岡崎城のメインとなる入り口に到着です。ちなみにこの岡崎城があるあたりの地名は、家康が生まれた町ということで厚生町と名付けられています。他にも岡崎城の少し北側にある岡崎の目抜き通りには、厚生通りという名前が付けられており、諸畑や中村公園と同じように、岡崎でも家康の出生地であることがアピールされています。さすが歴史上の人物でもトップクラスの知名度、人気を誇る三英傑だけあって、オブジェクト、道路名、食べ物、地名と、あらゆる手段で誕生の地であることがアピールされていて面白いですね。それでは、入り口の門をくぐって岡崎城の中へと入っていきましょう。門を入ったところにある大きなスペースには、大河ドラマどうする家康が放送されることに伴い、期間限定で営業している大河ドラマ館や、からくり時計、お土産屋など、いろいろな施設、設備がありました。加えて観光客の方もかなり多く、諸畑や中村公園のあたりと比べると、観光地の雰囲気が強かったです。入り口のあたりを見たところで、天守閣に向けて進んでいきます。岡崎城の周辺は岡崎公園という、結構広い公園として整備されています。そのため天守閣以外にも、家康関連の数々の像だったり、水の張られたお堀だったりと、結構見応えがありました。また天守閣の近くには、辰木神社という徳川家康などを祀る神社があります。豊国神社に続いて2社目の神社ですが、せっかくなのでここでもお参りしていくといいでしょう。お参りも済ませたところで、天守閣の中に入っていくとしましょう。天守閣の中は岡崎城に関連した展示があり、博物館のようになっていました。昔の岡崎城を再現した模型なんかもあり、見てて結構面白かったです。中の展示を見ながら天守閣を登っていって、展望台となっている最上階に到着です。こうしてかつての家康と同じように岡崎の街を見下ろすと、自分もお殿様になったような気がして少し気分がいいですね。岡崎城を観光し、帰りに東岡崎駅の近くに設置されている家康の像を見たら、この三英傑の出生地を巡る旅も終了です。いかがだったでしょうか？私はそこまで歴史に興味があるわけではないのですが、それでも三英傑レベルの偉人の出生地となると、ここであの人が生まれたのかと感慨深い気持ちになりました。日本に現在まで残る大きな爪痕を残した、三人の武将の出生地、皆さんもぜひ行ってみてください。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。